高幸くんや真嗣くんもお腹ね、息を吸ったなら膨らんで、息を吐いたなら引っ込んでいく、それに意識を向けていってごらん。ゆうやくん、おいで、おいで、ここに来て。ちょっと今言ったの教えてあげるから、ここに寝てごらん、寝てごらん、こうやって寝てごらん、よし、はい、寝てごらん、うん、お腹に手を置いて、そうそう、はい、目をつむって、はい、息を吸ったり息を吐いたりしてお腹どう動くか見てごらん、自分でね、じゃあ、うん、目つむってて、目つむって、じゃあ僕触って調べてあげるから、はい、手こう置いて息しててごらん、うん、膨らんだり引っ込んだりして自分で触ってごらん、わかるから、ね、膨らんだり引っ込んだりしてるでしょ。今おじちゃんにビデオで撮ってもらうから、お腹のところほらね、息したら膨らむし、息吐いたら引っ込むし、まあ子供でもこのように正しくですね、腹式呼吸は行っているの。膨らんだり引っ込んだり、膨らんだり引っ込んだりしてね、はい、いいよ。このまま自分で もう一度お腹に手を置いてね、自分で息を吸った時にお腹膨らんで、息を吐くとお腹引っ込んだなーってね、覚えててごらん、うん、はい、いいよ。それカズマくんは引き上げるから、ちょっと手横に置いてて、はい、息を吸ったり吐いたりしてごらん、僕調べてあげるから、あ、やめろ、チェックしちゃった、うんうん、はい、じゃあ息を吸ったり吐いたりしてごらん、お腹ものすごく動くね、カズマくんのは動きすぎが動くんでない？ああ、ブリッジしなくてもお腹は膨らんでるんだよね。ああ、よしよし、わかった。ね。高幸くんや真嗣くんもやってごらん、自分で。おへそあたりに手を置いてさ。息吸ったらお腹膨らむでしょ。息吐いたらお腹引っ込むでしょ。ね。そうなってるでしょ。まあ、お母さん方もどうぞ、ご自分のお腹が膨らんだり引っ込んだりっていうのを確認しながら、なるべく楽な呼吸をなさっていってください。あんまり長く手を置いて、うん、息を吸って息を吐いてってやってね、お腹膨らんでください。気がすごいんですよ、だからね、お腹ほら引っ込んでるでしょ、膨らむでしょ、引っ込むでしょ、よしよしよし、はい、それでいいね、うん、メイ君ってもうしばらく、もうしばらく続くといいよ、誰だ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 、両手両足を一番気持ちいい状態になっていって、先ほどの腹式呼吸をそのまま続けていって、もう体は動かなくてもいいという状態に落ち着けて、畳の上にね、体を楽に楽に任せてください。で、このように体を楽にして、あとは一番楽だとなった時に、あとリラックスできるかどうかは皆さんの頭の考え事の問題になってくるわけです。で、体も一番楽だと、呼吸も楽だと、で、なおかつリラックスできないとしたなら、それは皆さんの頭の何かを考え事してるからなんですね。で、考え事をどうするかは先ほどまでやっていました、息の観察ですね。呼吸に意識を向け続けることによって、考え事を追いかけないという自分の頭の状態を作ることができますね。試しに逆のことをやってみましょう。何かの仕方が分かりにくいときにはね、あるいは考え方が分かりにくいときには、いつでも反対のことをやってみると非常によく発揮できるんです。
そうしたら皆さんにとって最近あった嫌なことをちょっと頭で考えてみてください。呼吸は無視して、最近自分が経験した一番不快なことをちょっとだけ思い出してください。でそれを考えた考えを追いかけることが自分を不幸にすることだって簡単に分かりますでしょ。ですから意識をね、自分を不幸にする考え事の方に向けないで、中性である呼吸、息の方に向けていったらいいわけです。じゃあもう先ほどの不愉快な考え事を追いかけるのはやめて、また皆さんの呼吸を、皆さんの意識を呼吸の方に向けていってください。今私は息を吸っているとか、今私は息を吐いているとか、自分の持っている意識のすべてを自分の今している呼吸の方に向けていってみてください。腹式呼吸をしたい人は腹式呼吸でも結構ですし、腹胸式呼吸をしたい人は腹胸式呼吸でも結構ですから、自分の頭の集中力を考え事にではなく呼吸の方に向けていってみてください。また少しずつ音楽かけていきますので、今は呼吸の方に意識を向けておいてください。うん、さっき見てみやすいから。お腹動くかな、動かないかなってやつが。予約もやってくれるってことだ。高雪君と新木君はもう座って瞑想できる。次ずっとまっすぐ伸ばして、そうそう、来て目を閉まって。で、最初この音楽に集中してから、この音楽を聴いてるから。手をちょっと上げていくわけ、うん、で息を吐いていくときにはこう下ろしていくわけ、そうそうそう、で自分の息の長さでやんなきゃないから、はい、息を吸ってる間は目つむって上げていって、で息を吐く段になったら下ろしていってね、それを自分の息の長さでやってみて、うん、5、6回やってみてくれる？でやってるかどうかはお腹の動きで確認できる。そのまま続けてね。
息吸ってお腹膨らんだら手が上がって、うん、息吐いてお腹膨らんだら下がって当たってそのまま続けてるって死んでいくの、うん、息を吸うときには上げて、はい、そうですね、息を吐くときには、はい、そうそう、手を下ろすね、高い息吸うときには、吐いて上がっていくね、うん、そうね、息を吐いていくときには、そう下ろすね、じゃあ、あと5、6回やったら終わりでしょうね。そうやって息を吸っているかどうか自分で確認できますね。そうね、みんな正しくやってると思うね。それで、はい、息が入ったら終わりっていうよ。で、寝るときと起きるときと息の観察やるってやったでしょ、寝ながらね。その他に朝こう今みんなのお母さんたち寝てるでしょ。で、息の観察して起きたとしたらね、服着替えるでしょ。寝るときにはパジャマ着てるの？うん。そしたらもうパジャマのまんまでいいから起き上がってね、パジャマ着替える前にね、今みたいに座ってね、息を吸ったら1、息を吐いたら2って下ろすの3回か5回やってごらん。で、落ち着いてからあとパジャマ脱いでね、今みんなが着てるような服に着替えて、あとはその日しなきゃないことすればいい、うん、今みたいな息の観察なら簡単にできるでしょ、うん、息を吸うとき手上げてね、息を吐くとき下ろす。で、みんななんかお父さんやお母さんに叱られたり、友達と喧嘩したりして嫌な感じになることある？うん、ある。ある、うん、最近どんなことがあったの？嫌だなと思ったこと。うん。うん、ないけども、まあ友達と喧嘩したり、あるいはお父さんお母さんとなんか合わないことあったりして、あることあるでしょ？で、なんとなく嫌な感じになるでしょ？真実には何かあった最近？怒られた。なんで怒られたの？片付けてなかった。なんとなく叱られると元気なくなるでしょ？ねえ、高井くん。なんかあった？うん。友達と喧嘩した。それは誰でもね。秋葉くんだって友達と喧嘩することあるでしょ？真実くんだってあるだろ？ねえ。友達と喧嘩したり、お母さんやお父さんに叱られたり、なんかすると嫌な感じになった時はね、今みたいに息の観察する人様なんだよ。で、嫌だな、嫌だなってずっと考えてても治んないよね、なかなかね。まあ自分の好きなことするっていうのもね、テレビ見たり、ゲーム見たりとかね、外に遊びに行くとか。その他にもし家にいなきゃない、例えば夜にね、お父さんやお母さんに叱られて、面白くないなと思ったとするでしょ。そしたら、そうね、5回ぐらい、みんななら5回ぐらいかな、息の観察したらいいと思うね。まあ、例えば、今、夜で、外に遊びに出ていくことはできないと。ね、で、お父さんやお母さんにテレビ、あれ見てダメとか、机に片付けなさいとか言われて、なんとなく嫌な感じになったとするでしょ。そしたら、一人になってね、息の観察してみると、ものすごく心落ち着くんです。まあ、怒られたとかとしても、5回やったら終わりにしようかね。じゃあ目つむって手をこうやっていくでしょ。忘れないために復習だけしていくからね、手をこうやってね。で、右利きの人は右手、左利きの人は左手を使う。で、一旦息を鼻から吐いていってみて、はい、息を吸ったらもう次から息って上げて下ろしていってもいいかね。うん、それが息だよ。もう右手5つやってみて、5回やってみて、自分で。自分で何回やったか数えてみてね。はい、新時間は5回終わったからいいでしょう。他の人は5回やるまでやっといてね。
そうそう、今みたいにね、うん、息を吸ったら手を上げる、息を吐いたら下ろすってやってれば、みんな の頭はね、息に集中したってこと。でも友達と喧嘩したり、お父さんやお母さんにね、なんか叱られたりして嫌だな嫌だなっていう時には、今みたいにみんなの頭は息に向いてるんじゃなく、言われて嫌だったお母さんとか友達の言葉を考えてるわけね。で、嫌なことかんずっと考えてても、嫌なことっていうのは消えていかないわけで、嫌なことを考える頭を他のことに向ければいいわけね。今みたいに今度試してごらんね。嫌なことあったら、息の観察5回か10回でもいいんだよ。5回やってね、まだ嫌な感じ消えてなかったら10回ぐらいやんなきゃないかもしれないね。で、上手になると3回か5回やったら、もうそれでね、もうお母さんやお父さんに叱られたこととか、友達に何か言われたことはもういいやっていう感じになったら、あとは好きなことやればいいんだからね。そういう方法があるわけ。まあみんな今はそんなにね、嫌な感じとかはないだろうけども、もっと大きくなっていったらね、いろんな嫌なことあるかもしれないから、今の息の観察を思い出してやってみてください。はい、よし、僕たちも遊びに行っていいよ、勉強したからじゃあお母さんたちまた行きますよ。眠くなった人も少し目覚め意識を自分で呼び起こして、聴覚をこの音楽の方にもう一度向け直してください。皆さんの意識が体に行っているのか、それから息に行っているのか、それから嫌なことを考える頭に行っているのか、それから関係のないこのような音楽に向いているのかで、皆さんの心の状態が変化してきます。で、皆さんの心の状態、まあ皆さんの体とか息をもね、リラックスさせるかどうかっていうことに一番深く関係しているわけです。皆さんがリラックスできるかどうかはね、皆さんの大脳、中枢神経の状態がどうかっていうことなんですね。まあ例えば今日の天気のように曇りみたいな、雲みたいな、悲しみ、恐れ、怒り、不安などのネガティブな考えがなければ晴れきっていますし、心がなんとなく晴れないっていうのは、怒りとか悲しみとかね、後悔とか、なんか自分にとってあんまり感じは良くない考えの雲があちこちに浮かんでる時なんですね。で、その雲を晴らす方法があるわけです。雲である皆さんを苦しめる考えの方に目を向けるのではなく、雲じゃない青空、晴れ渡った青空の方に向けていけばいいわけなんです。で、青空に当たるのは皆さんの安らかな呼吸なんですよ。あるいはもちろん皆さんを楽しくしてくれた思い出とか、そういうことでもいいんですが、楽しい思い出をしょっちゅう探すのも大変ですから、今している息、今している入息ね、今している出息に目を向けようと思うならば、息は皆さんと共にいつでもあるわけです。生きている限りあるわけですね。